Oh, should we no. right? over. Oh, it's over. Right. Yeah. Okay, it's over. So this side we really feel happy. <laughs> yeah. Hi, Matt. What's up? Watch the judging eyes of your <laughs> 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 classmates. Stay there. I did the same uh, thing yesterday with Matt Sanders. I brought everybody in front, so it's okay. Okay. Well, That's <laughs> what I like okay. to see. So next presenter is going to be the Japanese major student presentation. Uh, his, Ma his name is Matt Bale and his title is the Cultural Projections of.

私がこの研究を行っているようは大学生にとって成功とは何か。また、日本とアメリカでは成功のために何が重要と思われているか自分の経験として成功及び成功者に関する異文化的認識について研究したいをと思いました。私の研究質問は1、何の職に就くかを決める要因は何か。 日本の大学生とアメリカの大学生に職種の選択に違いあるか2アメリカは個人主義日本は集団主義を重視する社会と言われているがその社会ではどのように成功を図るか3成功するということはどのような言葉で表現されるのかその特徴に挙げられるものは何かの移動です。 これが研究背景の概要です。個人演では、成功は目的を達成すること、事業などを成し遂げることと、メディアム・ウェブスターは望んでいることを成し遂げることと定義しています。上の表は、大学新卒者の失業率です。20年前の2倍で10%ぐらいです。 下の,表の下の表は、大多数の大学新卒者は、習得した学位と関係ない仕事につい,に,についていることを示しています。逆に、日本は2年間で失業率は4.6%から3.6%に減っています。日本でもたくさんの新卒者が失,失業中ですが、アメリカよりいいです。 職業別ではアメリカのニース2011年大学新卒者のうち、専門職の分野では47.9%、業種別では5分の2が、教育、保険サービスの分野で雇用されました。この表は2007年から2012年までの職業のトレンドを示しています。 最も数が多かったのは事務職です生産工程職と販売職を減少し技術職とサービス職を増加しましたここでアメリカンドリームを見てみましょうこの概念は18世紀の独立宣言に発端を発しました生命自由 幸福の追求がアメリカンドリームの基本です。つまり貧しく出発しても誰でも成功者になれ,になれることといいです。ということです。アメリカンドリームの基本概念は地位が上がること、平等であること、家をゆすること、海岸近くに住むことです。アメリカンドリームという言葉は 年に生まれまれした下の表には20世紀にどのように人々の物欲が大きくなってきたかを示しています。タイムよれば「現代の幸せ」とは伝統的な家庭的幸せをより経済的な安定を意味するのが最近の傾向であると書かれています。 次に日本の成功についてお話しいたします。日本がバブル経済の時、たくさんの中,中間層の若者が金持ちになりました。経済的に高い地位を持つが、年齢と経験不足のせいで、社会的に全く見て認められていない人でも成功しました。彼らは勝ち組と呼ばれました。 勝ち組と負け組というのは1 9百0年代大末から2000年代相当に広がりましたそれ以前は日本は年功序列社会で競争がなかったので勝つことも負けることもありませんでした勝ち組は勝ってるグループという意味です勝ち組は社会的に認められお金や 魅力,魅力的な妻または夫を持っています。勝ち組には会社員ホワイトからのイメージがあります。一方、負け組は負けているグループという意味です。勝ち組は現在の人生に満足しているの上経済的にも成功しています。負け組とはある程度年齢がいていてもまだ結婚していない人または 経済的にうまくいっていない人を指しています。逆に、アメリカはい。次に、アメリカと個人主義についてですが、この3人はこのように定義しています。このグラフをご覧ください。アメリカでは若いときは個人成功を目指していますが、だんだん年を 年を重ねていく従い、グループとしての成功を重視します。日本の社会における個人とは、集団の一部,一部であり、お互いに依存し合っており、集団に属するという考えです。一人一人が集団の一部だからこそ、誰,誰もが社会にとってなくてはなれない存在なのです。つまり、 集団の一部であることで,個人で個人、個人に存在意義が出てくるのです。甘えという概念は、情景関係を形成する日本人特有の概,概念です。例えば、ある二人の関係が親子のような関係ならば、甘えはより深いものになります。では、研究方法についてお話し お話,お話しいたします。回答者は72人で、そのうち日本人が35人で、でアメリカ人が37人でした。調査方法はインターネットによるアンケート調査です。では、これから研究結果について発表いたします。まず、研究1の結果です。 日本人もアメリカ人も自分で将来の仕事を決めるが、日本人は家族、アメリカ人は先生からの影響が強いようです。卒業,卒業後の予定は、アメリカ人も日本人も就職を選びました。就職すると答えたアメリカ人大学生のうち7割が4年生から 就職活動をするのに対し日本人の7割が3年生と答えましたもし会社員になるとしたら自分で会社を起こすかそれとも休業に入社するかという問いには日本人もアメリカ人も休業に入社するが多かったですが日本人の方がはるかにその割合が多かったですそのゆ理由は 約半分のアメリカ人とよくの日本人は会社で自分の力を発揮して成功できるからと答えました物質的な消費が成功,度成,功度成功度を表すかどうかにはどちらもそうではないこと,と答えました公用と仕事に大事なことには アメリカ人も日本人も満足を得られる仕事と答えました。ここで研究質問にちの総ま,とめ総まとめをしたいと思います。1、キャリアを決めるには、日本もアメリカも自分で決め,決めますが、アメリカは先生から、日本は家族からの影響が強いです。 アメリカ人も日本人も自分で起業するより会社で自分の力を発揮,発揮できる起業に就職したいと思っている。3. アメリカ人も日本人も満足を得る仕事を重要視するの、no. 以上です。次に、研究質問人の結果に移ります。個人主主義義と集団主義は 個人主義とに集団主義は成功にどのぐらい大切だと思う,思うかについてはアメリカ人は個人主義的アメリカ人日本人は集団主義的な成功を重要視するようです個人主義に関する価値観に影響があるのはアメリカ人も日本人も家族と友達と仕事でアメリカ人は 社会期待とメディアをも挙げています集団主義に関する価値観に関してはアメリカ人は仕事で日本人は家族友達仕事と答えて答えていました成功のためにどちらもいい家族が成功にとって大切であると答えましたまたその他には アメリカ人はいい妻、夫、ま、と子供,子供を持つことが大切で、日本人はいい友達とよく,たよく旅行するが大切だ,だと答えました。個人の成功,成功に必要なのは、どちらもほとんどの学生が趣味と情熱,情熱が大切だと答えました。その反面、どちらも 宗教、有名になること、お金持ちになること、そして発明することはあまり大切ではないと答えました。Oops, ごめんなさい。ここで研究質問人の総まとめをします。アメリカ人は個人の成功を重要視し、家族と社会期待に影響され、また成功に 大事なもの,のは、いつままとは、音、子供を持つこと、趣味だとしています。日本人は集団での成功を重要視し、友達と仕事に影響,影響を受け、成功に大切なの,なのは、いい友達、良好する趣味だとしています。ここで、研究質問さんの質問にます。 成功者のトップ5として挙げられた形容詞はアメリカはやる気がある、自信に満ちてる、独立、カリズマ性、想像力の順です。日本は積極的、想像力、賢さ、やる気、自信の順で高かったです。成功に必要な特徴を表した言葉で、 タップに選ばれたのはアメリカは1位、頭脳面積2位、勤勉3位、自発性4位、柔軟性、自立性、ドき続けで日本は1位は自立性2位は勤勉3位は役に立つ4位に頭脳面積、自発性の順です研究質問さんの結果をまとめますと 成功の形容詞に挙げられたのは日本もアメリカもやる気がある自信、想像力でした。また成功に必要な特徴として両国に共通して挙げられたのには自立性、勤勉、頭脳面積、自発性の4つです。アメリカ人は100%の頭脳面積には驚きました。 それではここでケーススタディについての発表をします。ここで選んだのはアメリカではスティーブ・ジョブズ、日本では山内博士です。スティーブ・ジョブズはアップル社を起こ,起こした一人です。企業家であり、マーケティングに優れた才能の持ち主で、次々と新商品を生み出す発明家で知られています。山内博士は任天堂の三代目社長で、 日本のゲーム市場を独占し、日本国内及び国外においてもファミコム時代を築き,上げました築き上げた人です。アップル社、ニンテンドの商品を持つことあることありますかという質問には、どちらの大学生も乗車の商品を持つことがあることと答えました。スティーブ・ジョブズは、みんなしていますが、 やむしは全く知られていませんでした。一度、ニンテンドーの社長であることが分かると、アメリカ人も日本人もみんなスティーブ・ジョブズより成功者だと位置づけました。ジョブズはテクノロジーとビジネスの両方に才能があったので、成功したとアメリカ人も日本人も答えました。 一方、山内博士は製造性があっ,あったためと、アメリカ人は答え、多くの日本人はビジネスの手腕を上げました。アメリカ人大学生は、日本人大学,生大学生より多くの人の、お、すみません。すみません。また、山内博士も成功者として、アメリカ人は、そう、 創造性を理由に上げました日本人はビジネスを成功の理由に挙げる人が多かったですアメ,リカアメリカ人大学生は日本人大学生より多くの人の名前を成功者として挙げましたその職業を見ると日本人はサラリーマンを多く挙げたのに対しアメリカ人は普通の人を成功者として挙げました ここで、この研究の結果と考察についてお話しいたします。どちらの大学生も同じような卒業後のプランを持ち、満足を得られる仕事を望んでいますし、成功を金銭的、物質的な所有が図らないようです。個人の成功については、アメリカ人の答えはタイムズの情報とは違っています。Oops. さらに、日本の大学生が良好と友達に影響される傾向があることは興味深かったです。成功者を連想される言葉として、日本人は積極的と想像,る想,像想像的と答え、これは日本人のステレオタイプである謙虚さと相反し、面白いと思いました。成功者の特徴としては、 どちらの大学生もやる気があること、自由の面積、自発性といたしました。驚いた点は、山内博士がスティーブ・ジャブズより成功,者と成功者だとアメリカ人も日本人も見られていたことは興味深かったでした。研究の限界点とは、回答者は限られていたので、 一般的かでできなかとことです将来の研究課題としては世代どの,どの成功の違いとは何か大人へ成長するにつれてどのように変化するのか満足を得る仕事に含まれる要素は何か成功に対し失敗とは何かなどをもっと深,い深く知りたいです。 これは参考文献です。参考文献です。メディアソースです。この研究にあたり、ご指導いただいた先生に感謝いたします。それに大事な先生と友達も感謝いたします。ありがとうございました。 All right, let's get some questions. Yes! Okay. <laughs> <laughs> I love looking at uh, stories of success. But you have been asking everyone else, American and Japanese, everyone, about what their idea is about success. Yeah. Of course, this question is going to come about what do you, after after your study, and of course the assumptions that you may have had before your study, have they changed your perspectives of what you think success is? Like, what are your, what are your perceptions? like what do i want in life what, what are my success like well what are your what's your view on what do you, you think is successful in the average person in someone who's education educationally successful or someone who changes the world or, that's what i'm asking for you oh that kind of question i believe can be you know described with the japanese kotowaza jin and juiro, 10 people 10 colors the variety of people and who they are you know is very different in which success can't be really uh, can't be measured by one aspect, but like everybody else has their own perceptions of what, what it is means to them to meet what goals in their own lives. Um, everybody who I've met, I have met you know I studied abroad, I've met people from Europe and several parts of Asia. Everybody's really different. Um, but when you take certain categories of like representing success, like from my study, it shows whether or not people do or do not uh, use that as their own representation. Steve. So, as far as preparation for success goes, um, you know, Japan is shishoku katsudo, job hunting. Mm -hmm. In America, we have like career counselors and stuff like that. Yeah. Um, do you have any, after you've done the study, do you have any opinion mm -hmm. on the processes? Of, like, if one system works better than the other for preparing people for success? I think it's more of a culturally established mindset because a lot of Japanese students who I got to know, everybody gets prepared during their third year. Of college. I believe that that's, that's when they really start starting to get the resumes out when they start you know, looking for employment. Um, and somehow, I think in American culture, it's more like you can wait till the last year to start doing that. No. Um, that, kind of, that kind of tendency, I think, is, is best definitely a lot more so, uh, socially based, I think, when you should start. Uh, okay. Yeah, oh, one more question. You went through your survey. I know most of the results were based on students. Did you have a chance to talk to any executives or anybody in the business world that support some of the trends that the students uh, uh, reflected in their surveys? So you're trying to like say based. Are you trying to say like, am my case study or overall? Like, did I ask anybody else outside of the, my demographics? Yeah, anybody outside the demographics that then, in hindsight, support some of what you saw from the uh, student surveys? Well, I did for my case study. <laughs> actually, I had a bit more information on my case study, but for time-wise, I wanted to cut it. I had to cut it down. I was able to again uh, contact with a couple of important people. I was able to interview a man by the name of Dale Yocham, who was the CEO of Apple during the 1980s, and I asked him a few questions about Steve Jobs himself, outside of like media and the books. And um, one factor where he talked about was was as I think most people understand now is that his personality was very rigid, and I think contributing to like if he is a successful person or not that's the reason why like like 20% of americans and japanese said he wasn't a successful person um, uh, additional information i gathered from talking with people outside the demographics was that cultural trends based uh, based on business uh, Business culture within both both uh, American and Japanese is that in American culture the, the viewpoint is that the CEO is the company that 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 is the representative that is the person while as uh, in comparison to Japanese companies it's more community based more co more cooperation less about you more about the group part of my study about like the fraction about you know uh, being a part of the fraction you belong I believe that sort of supports that kind of concept but Tendencies such as the CEO is the image of the company, I think, is changing because the recent uh, President Satori Iwata, um, in, in more recent interviews, like uh, on if you watch on YouTube, he has uh, like uh, twenty-minute updates about the company, where he is becoming like like he uh, more of like I, I'm representing the company beha on behalf of me. So certain culture trends might be changing, certain aspects like that. Thank you very much.